どうも佐々木です。ミカエルです。あなたとみんなのサザンキングです。はい、はい、今日はですね、私知りませんでした。はい、マジ、はい、ドサクサ婚だったんですかというお話です。ドサクサ婚、婚、はい、うちでしょまあねはい、というお話を、はい、はい、お話ですかね、はい、楽しみです。はい、忘れてならないのはチャンネル登録、ベルマーク、いいね、高評価の方もよろしくお願いいたします。ね、ドサクサ婚だったっていう方、皆さんコメントくださいね。よろしくお願いしますそれでは早速始めていってみます。ドサクサ婚のお話なんですけれども、ドサクサ婚って、なんか、よう分からんね、ドサクサ婚ドサクサ婚どんなことなんですかね、はい、ドサクサなんです。ドサクサに紛れてこっそり実は結婚してましたみたいな、ね、はい、で、私ね、本当知らなかったんですけど、はい、サザンのメンバーはみんなドサクサ婚だったらしいんです。みんなドサクサ婚だった、はい、まあまあ、はい、桑田さん以外はあんま分かってないかな、はい、そ、ね、でそれメンバーとドサクサ婚だったっていうのも桑田さんの本に、はい、あ、著書に、はい、書いてあったんですよ。で私、そうだ、あ、そうなんやと思って、はい、はい、で、まあ、皆さんね、まあ、メンバーの方ね、うん、まあ、どんな方と結婚されるのかなとなんか思って、で、ああ、そうだね、意外と気になる。そう、そうじゃないですか。そうですよね。で、なんかちょっと、いや、調べてみたいなと思って、はい、調べてみたんですけれども、まず松田さんですよね、松田博さん。松田博さん、はい、ドラムですよね、はい、なんか1980年に結婚されてるみたいで。80年っていうのは桑田さん、はい、だから桑田さんが1982年なので、あ、まあ、2年ぐらい早く結婚されてるんですよね、はい、や松田さんはね、はい、で、奥様ですけれども、はい、なんかカフェを経営されてるみたいで、おー、そうですか、はい、で、カフェの地下にはなんかレコーディングスタジオもあるらしいんです。へえ、はい、はい、で、またね、カフェの店内に、はい、松田さんが使い終わったスティック、スティック、はい、ドラムのスティックあるじゃないですか、はいはい、を飾られていると、いう装飾されているということなんですけれども、はい、でね、息子さんも、私ドラマだったんですね。それもちょっと息子さんも、はい、ちょっとドラムやったんですか。はい、知らなかったんですけど、ドラマなんですって。そうなんや、はい、だからね、お父さんもドラマで、息子さんもドラマで、まあ、めっちゃかっこいいじゃないですか。いやー、もうね、で、うん、確かに、はい、で、キラストリート収録のね、はい、愛と死のロンドンでドラムを叩いてるんです、息子さんが演奏してる。 あれ、息子さん、松田さんじゃなくて、はい、息子さんが叩いてるの、はい、だから キラストリートで収録されてる、そうなんや、はい、なんですって、はい、なんかそれも知らなかったんですけど、と思って、まあ、すごいですね、すごい、はい、でも次ね、ベースのムクちゃん、関口さんですよね。ムクちゃんね、はい、でまあ、なんか調べたんですけど、何年に結婚されたかちょっと分からなかったんですよ、はい、でまあ、息子さんがいるという情報しかなんかちょっと分からなくて、息子さんがいる、はい、じゃないかっていう、はい、情報で、はい、でも奥様をね、ちょっとネットで 見たんです。見かけたというか 見たんですけど、あ、はあ、まあ、これがまた、はい、まあ、美人な方なんですね。あ、そう、はい、めちゃくちゃ美人の方ですよ。へー、素敵な方だなって、ものすごく美人さんですね。ちょっと後で見てみよう。はい、すごく美人ですね、そうなんや、はい、杉口さんもね、はい、やっぱ渋い感じ、あ、そうですよね、ね、ある方ですから、はい、へー、ルピンさん、はい、美人ですね。へー、ちょっと見てみますはい、で、野沢さんですね、次、パーカッションのね、うんうん、ケガニさんですよね。ケガニさん、はい、ケガニさんはね、なんかじゃプライベートはあまり公表されてないんです、ないような感じですよね。でもなんか どうも結婚はされてるような感じです。あ、はい、はい、まあ、皆さんもしご存知の方がいれば、またね、コメントでお願いしたいなと思いますけど、はいはい、まあ、結婚はされてるような感じ。ケガニだけに北海道でよく取れますでも、毛ガニさんってなんで毛ガニか、毛深いからですか。毛深いからですよね。あ、そうなの、なんか、何ような感じがしますけどね、はい、で、ムク
カニはどっから来た？カニはどっから来た？カニ？カニ。毛深いから。毛深いからだから毛ガニさんでしょ？うん、じゃないですか？そうなんですよ。バスネコちょうといて。で、あの桑田さんはね、あの結婚されたのが1982年じゃないですか。はい。はい、で、まあ、佐々木さん、桑田さん誰と結婚したか知ってされますよね。難しいな、それは。難しい。その問題はちょっと難しいな。かなりレアな子なんもんね。なんでやね。まあ、腹棒、まあ、もちろん腹棒じゃないですか。そうやったんや。そうやったんや。また悔しい。あの、キーボードの原さんと結婚してた。そうよ。でも、はい、桑田さんはね、あの26歳の時に結婚されてるんですよね。桑田さんはね。26歳ね、僕と一緒やね。はい、あ、そうだね。はい、はい、はい。で、え、そうやったっけ？違うやろ？違うやん。そうか、もっと若いやんか。もっと若いやんか。そうか、そうか。で、あの、26歳の時に結婚されてて、はい、それを、あの、桑田さん自身が26歳に結婚したことを、早いのか遅いのかって、まあ、思った時に、はい、まあ、人それぞれ感覚はあると思うんですけれども、はい、桑田さん自身は、うん、なんか早いとは思わなかったんですって、26歳で結婚されたことをね。はい、はい。で、まあ、その理由はね、はい、あの当時サザンのメンバーがね、みんなこうどさくさ婚で、うん、あの結婚してたから、うん、別に全然早いとは思わなかったって、なんか、はい、みんなどさくさ婚ってみんなどんな結婚の仕方してんねん。でもやっぱりあの周りがなんかみんな結婚してたら別に早いとかそういうのってやっぱ感じないですよね。いや、まあまあそれはそうですよね、うん、そうですよね、はい、うん、確かに。ただまああの、なんですか、昔その僕ら の、ね、はい、その若い時、うん、20代前後とかぐらいの時によく、うん、あの、女性の婚期はどうのこうのとか、あ、そうよね、いろいろ、ね、うん、言ってたよね。クリスマス過ぎたら遅いみたいな、25歳を過ぎたらみたいなことをよく聞いてたけど、うん、ね、今もうそんなことないよね。そうですよね。私たちの時代でも皆さんも大概女の人で寿結婚でもうやめていく、ね、あ、そう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 、そうそう、寿退社でやめていくかどうかで、今はもう本当に若い方もうずっと働いてきはりますもんね。あ、ね、寿退社で、うん、あの退社の理由にして結婚しひんっていう人もいた。そうか。結婚して田舎帰るからって言って、はいはいはい、そうですね、全然結婚せへんみたいな。はい、はい、そうですよね。でね、うん、まあ、あの夫婦の、うん、あの円満のコツっていうのをね、夫婦円満のコツ、はいはい、私ね、あの前調べたことがあって、うん、それをね、うん、ものすごくなんか印象に残ってることがあって、うん、これね、うん、ちょっと皆さんにあのちょっとお伝えしたいんですけれども、伝授していただきたい、はい、夫婦円満のコツっていうのはね、はい、夫婦喧嘩は、はい、犬食わない、いや違う違う違う違いますよ。男性が折れることがコツらしいです。いや、だって書いてあったんですよ。男性が折れる方があのいいらしいですよ。はい、夫婦円、あの円満な夫婦はね、はい、あの夫が折れるケースが多いそうです。そうなの、はい、だから私たちと違うんですよ。私は大概私が折れるじゃないですか。だから私たちは違うってことですよ、それ。夫婦円満のコツって。らしいですよ。どの口が言うの？この口が言ってる。どの口で押さえてんのって。まあ、今日はね、YouTube やからね、はいはいはい、まあ、夫婦円満ですからね、はい、僕の方が折れてそういうことしてきますけど、はい、いや、まあ、あの女性はなんか優しかったりとか、母性的なね、はい、本能がある一方で、やっぱり感情的だったりね、頑固な特徴もあるわけですよ。ヒステリー、はい、ヒステリーまあ、ね、あるわけですよ、はいはいはい。で、まあ、だからね、あの男性はね、やっぱ意地を張るよりも、ね、うん、折れて結果としてね、夫婦仲が元に戻った方がね、得じゃないですかということです。あ、得じゃないですかということです。そう、結構弱みを握ってると思いますね。なんですって、はいはいはい、でもね、やっぱりあの、まあ、それもそうでしょうけれども、やっぱ私はね、あの大事な、一番大事なことはね、やっぱお互いに感謝するっていうことがやっぱ一番大切。もうええこと言うね。だと思うんですよ。ええこと言うね。ちょっとびっくりしたわ。いや、でも日頃聞いたことないから。でもそうですよね、はい、ね、確かにそうですね、ね、でもね、こう、うん、なかなかね、やっぱり夫婦でね、あの感謝の気持ちをお互いに伝えるとやっぱり照れたりするでしょ、やっぱり。いやいや、いつもありがとう。いや、だからそれは YouTube だから今言うてるから。なかなかやっぱり照れたりして、確かにな、言いにくい、言いにくいというか、やっぱり恥ずかしい面もあるし、なんか言いにくいじゃないですか、なんか確かにそれ恥ずかしいもんな、じゃないですか。だからやっぱりあの桑田さんのね、はい、
曲でね、あるじゃないですか、ハッピーエンドって、はい、はい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 、あれってね、あのハルボーに対してじゃないですか、はい、改まってなんかありがとうとは言えないからなんか、はい、あの楽曲にしたっていう、はい、ね、だからああやって歌詞に書いて、ね、感謝の気持ち、なるほど、ね、思いを伝えられるってやっぱりいいですね、かっこいいじゃないですか、いいけどさ、はい、ずるいよねだからできるっていいですよね、羨ましいというかね、はい、はい、いい曲ですね、歌詞、はい、歌詞のね、あの言葉より、うん、そばにいてほしい、はい、ね、眠れない僕の手を握りしめてこんなこと言えんでもない、病む時、はい、ね、はい、笑顔を見せてくれでしょ、はい、僕よりも長く生きる君を、このフレーズも本当に心打たれますよね。これはね、うん、曲じゃなかったら言えんよ。いやだから、いやだからそれをあの歌詞曲にして言えるっていうのはやっぱりいいなって思います。素敵ですよね。はい。眠れない僕の手を握りしめ。はい、そうですよ。でもこれはやっぱりあの桑田さんがあれでしょ、病気になった時に、はいはいはい、あのきっと腹棒がね、そういうふうにきっと桑田さんに対してこう優しく。うん、ね、あの頑張れる気持ちをきっと、ね、あの早く渡されたりして、ね、はい、あったんでしょうからね、はい、素敵だなと思いますね、はい、確かにね、はい、で、ね、私も、はい、いつも折れてるじゃないですか、喧嘩した時に佐々木さん、ね、でもたまにはもう佐々木さんから折れてほしいなと私は思うんですけど、なるほど、はいはい、お願いしたいなと思います、この YouTube を通しまして、わかりましたそうしたいと思いますけれど、はい、どの口が言うてんのって ということでね、はい、はい、まあ、僕もね一言言っておきます、はい、全部逆ですので、ね、いやいやいや、ね、皆さんのご夫婦の秘訣ってどんなのがあるのかね、また教えていただけたら、まあ、どさくさこんだった方も、はい、私こんなどさくさこんでしたら、はい、僕こんなどさくさにしようというコメントとかね、はい、まあ、夫婦円満とか夫婦同士でね、はい、喧嘩した時どういうふうな解決方法があるかとか、もしあればね、ぜひ井村さんがやってらっしゃるね、はい、コツを、はい、まあ、コメントで教えてください、よろしくお願いいたします、はい、で、チャンネル登録、ベルマーク、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。バイバイ、バイバイ、チャンネル登録よろしくお願いします。